周ずつぐらい。緩まったら手で取っていってちょうだい。で、バスドラも同じように取って外して座布団が入っておりますが、外して、よいしょ。で、ずっとほっとくと、こうやってネジが外れたりするので、気をつけてください。こっちも画面が持っております。上がらない程度にじゃんじゃん取っていってください。で、表のネジと混じらないように分けておいて、こっちもじゃあ外します。で、こういったこのゴミ取ってあげてください。たまにやらないと音が濁ってきます。緩んでないかさらっと見て大丈夫かな。たら戻していきます。こっち断面なんで、断面をじゃあこのマークがマークのあるところ、マークのあるところを上にして、これも、こっち下かな、同じようにしてまた締めていきます。まずは手で締まるところまでシューッと締めます。シューッと締まりませんが締めていきます。ところにホコリや汚れがたまるので取ってあげますが、またはティッシュとかで拭いてあげるといい感じだけど、今日はサボります。チューニングだけします。なんとなく締まってあげて、締めてあげて、曲がってたりすると締まりにくいので曲がらないように注意したり、入りやすいと探すのも綺麗かな。なんとなく靴がグラグラしない程度にとりあえず締めていきます。もうちょっと動かして、よし、バン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 、グラグラ平均程度に締めていきます。
態で押すと、この状態で押すと、シワが寄ります。シワが寄ります。ほんで、まあ、ブヨンブヨンという感じで、もうちょっと緩そうなところを締めていきます。閉めると他のところもグラグラしてくるんで、そういうところもちょっとだけ締めていきます。で、なんとなく締まったっぽかったらもう一回押さえていって、まあシワが寄る程度に全体をなんとなく締めたり、ひとまず置いといて、今度表貼ります。でも同じ感じ、エッジのホコリを取ってあげて、枕さんを、まだ面側ちょっとミュートできるような感じで入れまして、どこが上に来るように、ヤマハドラムの、つけていきます。前のヘッドにもちょっと当たるぐらいで締めて、この辺りにミュートが当たるように入れてあげて、ヤマハの安心のクオリティ、ヤマハのペダルを利用する。胴鳴りのムチっていう音とええ具合でなっておりますが、だんだん締めていってみましょう。ちょっと高く、ジャズとか古臭い音楽やるときは割と高い方が会話ができる、音楽的な会話ができるかもしれない。音楽的な感じだけど、ベースドラム、バスドラっぽくない。もうちょっとこうパンチが欲しいときは、やっぱりこうパンチが欲しいときは、今結構張ってるフロアとかみたいに張ってる感じ。パンチが欲しいときは緩めてあげる。緩めます。
アタックとアタックとローの感じがブッて出るところで見つけたら止めてあげるといいかな。どうかな。多分これぐらい灰が鳴ってるとバンドの中とかでも多分埋もれない感じで、レコーディングとかしてたら EQ でローを増やしたりできるから、まあいじりやすいサウンドじゃないかな。バスドラこんな感じです。終了。